皆様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。皆さんは旅行に行く際、どのような移動手段を利用することが多いでしょうか。近年は新型コロナウイルスの影響もあってか、電車やバスよりも自家用車を選ぶ方が増えていると聞きます。また移動距離が長距離に及ぶ場合や海外旅行の際には飛行機を使うという選択肢もあるでしょう。飛行機は電車やバスなどとは異なり、空の上を飛ぶという非日常感があって、私たちをワクワクさせてくれる移動手段なのではないでしょうか。そんな飛行機の旅、特に国際線の旅につきものなのが機内食。機内食は飛行機内で乗客に提供される食事と定義されていて、現在は無料である場合が大半であると言われています。長距離のフライトであれば高い確率で搭乗する機内食ですが、実はその歴史は古く、初めて機内食が導入されたのは1919年。イギリスの航空会社が機内でサンドイッチとフルーツ、チョコレートを有料で販売したのが始まりだったと言われています。さらに日本に初めて機内食が登場したのは1931年。4人乗りの小さな水上輸送機の中で、いわゆるキャビンアテンダントが軽食や紅茶を振る舞ったのが最初だと言われています。今回はそんな機内食に関する話題を取り上げていきましょう。中国メディアによる日本の機内食に対する評価や、韓国と日本の機内食の違いなどをお伝えしていきます。中国メディアが報じていた機内食。日本はもちろん世界中様々な航空会社で提供されている機内食。同じ機内食とはいえ、その一皿にはその国の食文化や価値観が大きく反映されており、食事の量や内容は航空会社によって様々です。海外の航空会社を利用された方の中には、日本の航空会社との違いに驚いた経験のある方もいるかもしれません。では日本の航空会社の機内食にはどのような特徴があるのでしょうか。中国メディアのチンリートゥーティアオ、バイチャーハオなどが世界の機内食、そして日本の機内食に関する記事を掲載していたので、その内容をまとめて見ていきましょう。記事ははじめに中国の航空会社の機内食の中身を紹介。記事によると、四川航空は中国国内で最もボリュームのある機内食を提供しているのだそうです。中国の航空会社の機内食の評価は世界的にもあまり高いとは言えませんが、四川航空の機内食は中国人一押しのメニューであるとされているようです。ちなみに記事内では紹介されていませんが、四川航空のエコノミークラスの機内食は肉と野菜の炒め物やカレー、パスタなどのシンプルなもの。さらにビジネスクラスでは角煮や漬物、天津など様々な種類の料理が彩り豊かに並んでいます。それだけでなく、希望すれば四川省の名産品である四川麻辣醤がもらえるのも、この機内食の人気の秘訣となっているようです。続いて記事では中国以外の航空会社の機内食に目を向けています。記事がまず取り上げたのは韓国大韓航空の機内食。大韓航空の機内食といえば、ビビンバや牛カルビの煮込みなど言わずもがな韓国料理が多用されています。記事ではこの大韓航空の機内食を、肉を醤油でじっくり煮込んだり、白菜を鍋で煮込んだりする中国東北部の料理に近いと紹介しています。中国人目線から見ると、煮込み系料理も多い大韓航空の機内食は中国東北部の食文化を連想させるのでしょう。また地理的に見ても、中国東北部と朝鮮半島は隣接しており、中国東北部の町の中には人口の約半数が朝鮮民族というところもあるくらいなので、これら2つの地域の食文化が似ているのはごく自然なことと言えそうですね。
次に記事ではタイの航空会社の機内食を紹介しており、豪華だと絶賛しています。記事の中で紹介されていたタイの機内食は麺料理なのですが、まるで麺が脇役に見えてしまうほど大きな肉の塊がたっぷりと盛り付けられており、それだけにとどまらず、魚介類のおかずやパン、ジュース、さらにデザートのケーキまでついており、非常に贅沢な食事だと伝えていました。そして記事が最後に取り上げたのは、日本の航空会社の機内食で見た目が繊細で美しいと高く評価しています。日本の機内食は見た目がシンプルで無駄なものが感じられないのだそう。この繊細さは日本人の美的感覚そのもので、細かいところへの気配りを忘れない日本人らしさが十分に伝わってくると絶賛しています。記事によると、中国人の感覚では機内食は最低限の空腹を満たすためのものなのだそうですが、日本人は空腹を満たすためだけでなく、味や見た目、さらには栄養バランスにまでこだわっているとしており、日本と中国とでは感覚が大きく異なることを強調しています。そのため中国人にとっての日本の機内食はレストランと同等か、それ以上のクオリティに感じるのだと伝えているのです。しかもメニューに載っている写真と実物とがほとんど同じである点も指摘しており、中国では写真と実物とが大きく異なることがよくあるようですが、日本にはそのようなことはないようだと高く評価しています。続けて記事では日本の機内食の味についても言及。この記事を書いた記者は実際に日本の機内食を食べたことがないそうですが、噂によると見た目だけでなく味もかなり良く、高級レストランに引けを取らないほどだと日本の機内食の評判を伝えています。さらに日本の機内食の衛生管理や製造時の工夫についても紹介。日本の機内食は専用の工場で作られているのですが、工場といっても食事を作るのは機械ではなく人の手。日本の機内食は全て手作業で作られており、さらに鮮度を重視しているため作り置きはせず、もし飛行機に遅延などがあった場合は作り直しをするといった徹底ぶりを記事では驚きを持って伝えています。さらに使い終わった食器は機械で洗浄されますが、その後しっかり汚れが落ちているかどうかを一つ一つ目視で確認している点も称賛しています。このようにして徹底した衛生管理のもと作られる機内食ですが、機内に運ばれた後も提供される直前までしっかりと管理されていると記事は続けています。記事が注目しているのは機内食の温度で、冷たいものは冷たく、温かいものは温かいまま提供されるので、まるで出来たてのような美味しさが楽しめると高く評価しているのです。さらに特筆すべきはメニュー数の豊富さ。日本の機内食のクオリティが高いのは常に新しいメニュー開発を行っている点も理由の一つとして挙げられるのだそうです。例えば有名ラーメン店とコラボしたつけ麺を開発したり、ハワイのローカルフードのエッセンスを取り入れるなど、一品あたり 3,4 ヶ月もの期間をかけこだわってメニュー開発をしていることが、美味しさや見た目の美しさにつながっているのだと記事は伝えています。見た目、美味しさ、衛生面、メニュー数と数々の点で高い評価を受けている日本の機内食。この記事では中国、韓国、タイと世界各国の航空会社の機内食を紹介していましたが、最後にこれほど弁当にこだわりを持っているのは日本人しかいないとした上で、日本の機内食に対するこだわり、徹底ぶりにはただただ驚くばかり。日本人の仕事に対する真面目な態度が機内食作りにも如実に反映されているようだとして締めくくっています。日本の航空会社の機内食は見た目が美味しそう、衛生管理が徹底されているなどと、日本人らしい点で高い評価を受けているようです。機内食にはそれぞれの国の価値観や文化などが色濃く現れていると言えそうです。
私たちが何気なく食べている機内食には、日本人の食に対するこだわりや、真面目な仕事ぶりがしっかりと反映されていると言えそうですね。それでは次に、韓国のネット掲示板に、大韓航空 VS 日本航空、ファーストクラスの機内食比較といったスレッドが立っていましたので、そちらに載せられていた写真と、韓国ネットユーザーの声をいくつか紹介いたします。韓国のファーストクラスの機内食。まずは、韓国の機内食の一例を見ていきましょう。韓国の機内食は、大きなステーキ肉や焼肉がメインディッシュ。それに、韓国で人気のインスタントラーメンや、調味料としてコチュジャンがついてくることもあるそうです。日本のファーストクラスの機内食。一方、日本の機内食は韓国に比べると全体的にボリュームは少なめ。しかし、様々な食材が繊細に盛り付けられており、特に和食メニューは煮物や焼き物など品数が豊富で、食べる人の舌を飽きさせない工夫がなされているようです。この写真に対して、韓国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられていましたので、一部紹介いたします。韓国の反応。日本のは手抜きに見えるね。本当にファーストクラスなのか？大韓航空の方が美味しそう。韓国のファーストクラスではインスタントラーメンが出るんだって。ファーストクラスでインスタントラーメンはありえない。金をドブに捨てるのと同じ。日本の方が栄養のバランスを考えているね。この写真は JAL の国内線ファーストクラスの写真で、大韓航空は国際線ファーストクラスの写真だと思う。比較するなら国際線同士でないとダメだね。日本は飽きさせない量でって感じで心遣いがわかる。ファーストクラスに食べ盛りの中学生が大勢乗ってくるわけでもないんだから、本当の金持ちがどん引くような真似はよせばいいのに。日本航空は刺身と寿司が出ると思ったけど、出ないみたいだね。まとめ。今回は中国メディアによる日本の機内食に対する評価や、韓国と日本のファーストクラスの機内食の比較などをお伝えしました。先ほどの韓国人のコメントにもあった通り、韓国のネット掲示板に掲載されていた日本の機内食は国際線のものではなく国内線のものである可能性もありそうです。ちなみに日本の国際線ファーストクラスの機内食はこのようなもの。日本の国際線ファーストクラスの機内食のメニューは行き先や時期にもよりますが、蒸しアワビやウニ、キャビア、和牛などの高級食材を贅沢に使った豪華な食事となっています。さらに、有名料理店のシェフが監修した料理ばかりで、どれも機内食とは思えないほどの美しさ。料理一品一品に、見た目や味へのこだわりを感じる仕上がりになっています。ファーストクラスの食事はもちろんですが、エコノミー、ビジネスクラスの食事も十分に美味しいと言われている日本の機内食。現在は新型コロナウイルスの影響で飛行機を利用する機会は少ないかもしれませんが、最近ではインターネットで機内食が購入できるサービスも増えてきました。このサービスは非常に人気を集めており、中には発売開始後30分で完売になってしまったメニューもあったんだとか。遠出をする機会がめっきり減ってしまった昨今、このようなネット通販を上手に利用して、ご自宅で空の旅気分を味わってみるのも楽しそうですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。